皆さんこんにちは。 JLPJ 競技員の中崎です。今日も正しくルールを学びましょう。早速クイズを出題します。プレイヤーはショートホールのティーイングエリアで風の向きと強さを確認するためにポケットからハンカチを取り出して風になびかせました。プレイヤーに罰はありますか？ A 無罰、 B 二罰だ。正解は B の二罰だです。プレイヤーは規則 4.3A カッコ2により風に関する情報を得るために人工物を使用することは認められず、規則 4.3 の違反となります。ただし、芝草など自然物を使用することは認められます。プレイヤーが汗を拭くためにハンカチを取り出し、それがたまたま風になびいたというのであれば違反はありませんが、風の強さや風向きを知る目的で取り出したハンカチ、人工物を使用して風に関する情報を得ることは違反となります。ラウンド中に規則 4.3 の違反の罰をした場合、1回目の違反は2罰だですが、これと関連しない他の用具であっても、2回目の規則 4.3 の違反の場合は、プレイヤーは失格となりますので、ご注意ください。今日のポイントは、プレイヤーの技術やコース上での判断はゲームの挑戦に不可欠であり、規則はそれを尊重するために細かく規定されています。規則を一緒に学び、楽しくラウンドしましょう。